人生像を手にするアウガリオーが描かれたイコン人員生像はイーススハリストスが奇跡によって布に自身の顔の像を写したものと伝えられる聖教会のイコン。人生像は日本聖教会での訳語であるが手にて描かれざるイコン等とも呼ばれる。英語表記などからマンディリオン等ともカタカナで転写されることもあるが日本聖教会ではこの名はほとんど用いられない。 多くの複製が古くから現代に至るまで作成されているが、伝承に伝えられる原本たる、遺コの所在は不明となっている。人生像以下の内容と文体は、歴史的事実としての記述ではなく、あくまで教会の伝える、聖伝の概略を示したものであることに注意されたい。以下はエウセビオスによって、聖教会に伝えられる伝承である。シリアのエデッサを治めていた、王。 アウガリは雷病を患った。当時、多くの病の癒しの奇跡をイーススが行っていることを聞き知っていたアウガリはイーススの元へ死者として画家アナニアを送った。アナニアはイーススの肖像画を描くことも命じられていたが、現地に着くとイーススが遠く群衆の中にあったこと、そしてその顔が光り輝いているために描くことができなかった。 するとイーススは、アナニアの存在に気づき、自らのもとに招いた。アナニ、アに持たせた手紙の中で、アウガリは、多くの癒しは、イーススが神の子であるからだと告白し、ユダヤ人がイーススに危害を加える計画を立てている。そうであるが、自らの町ならば、安全を保障できるので、ぜひとも自分の町に来てもらいたい。そして、病を癒してほしいと、字を低くして混成していた。 イーススが顔を洗い、自らの顔を布に押し当てると、イーススの顔が布に映るという奇跡が起きた。この時の布が寺院製造と呼ばれる一本である。そしてイーススは穴に、矢に手紙を持たせた。手紙には、アブガル王の信仰について、見ずして信じる者は幸いであることについて書かれていた。また、アウガリの町に行くことについては、自らの受難を予言した上で断った。 イコンと手紙を見た王の喜びは大きなものであり、大病は、たちまち良くなった。イースス・ハリストスの昇天の後に、アウガリは、ファディから洗礼を受けた。アウガリはクリスチャンになった、最初の王と伝えられる。王は、城壁の門の上にこの寺院製造を掲げた。その後、時代が下ると紛失、再発見を繰り返していたが、エデッサからコンスタンティノープルに一度移された。 このことを記念するのが8月29日である。しかし第4回十字軍の時代に失われて以降、本物の寺院製造の行方については、各種伝承が各地に伝えられているものの、本当の所在はわからなくなっている。寺院製造の伝承について、正教会では以下のように指摘されており、正教会における異ンの概念理解が現れている事例の一つともなっている。 布に直接ハリストスの顔が映ったということは神であるハリストスが肉体を持った現実の人間であったことそして誰かが勝手に想像して描いたのでもなく幻影をスケッチしたのでもないことを教えますイコの中のハリストスの顔はこの人為製造に源流を持っていますそれはイコというものが画家の個人的な裁量やイメージに任せられないことを 意味しています。聖教会の手引き第六小聖教会の形イコダビド水口ゆ明江戸ら、エド、聖教会の手引き、日本ハリスト聖教会団、全国選挙委員会。